はいよ、毎度。新鍮のね、置物とかが、うち、ぼちぼち、種類があります。これ、トガリムネエソ。深海魚だね。ちょっと座りが悪いけど。オサガメね。これ、あと泳いでるバージョンもありますね。あ、重っ。ピットブル。重っ。金魚ね。これ、ちゃんと、ここの部分、こう、カットして、いい感じで、ペンダントトップとか、ピアスのダングルにしても、いいと思いますね。こう、ブラブラ、こう、ね。こんな感じで。これ、ダンクルオステウスだっけ？古代魚ですね。甲冑魚ですね。これね、この頭の部分までしか化石はまだ見つかってないです。尾っぽはこんな感じじゃねえかと言われてますね。体長が 4,5 メーターぐらいあって、小型の恐竜とか食ってたらしいですよ。出た。でかい。シノノメサカタザメ。これ、珍しいと思いますね。文鎮にいかがでしょうか。これ、マンタね。これ、マンタの特大。重っ。タコさん。これね、後ろまでリアルだな。これ、ペンダントトップなんですよ。まあ、そのままどっかに置いてもいいし、キーホルダーにしてもいいし。普通の、なんつうの、タコね。タコでーすって感じで。この金魚いいですよ。何がいいかって言ったら、後ろにネジ山があるんですよ。ネジ後で身長ネジ、これはお付けできます。3センチぐらいのね。これ、フードオーナメントに。どうなんだろうね。これまた古代魚ね。シファクティ、なんだっけ、シファクティヌス。これも恐竜とかね、バクバク食ってたらしい。要するに、6、7メーターぐらいあるらしいですね。これ、シュモクザメ。これもペンダントにしてもいいんではないかなと思いますね。うん。これ。いいよ。出来がいいよ。あ、オスですね。はい。この、首輪のね、トゲトゲもいい感じですね。迫力ですね。うん。こんな感じ。ド迫力です。ね、もう、シルバーアクセサリーと金がね、値段上がっちゃって、最近真鍮とか赤銅に凝ってます。うん。真鍮も赤銅もね、金も銀も、プラチナもみんな修理可能ですので、言ってください。まあそれなりに技術量お高いですけど、頑張って修理とか特注は作りますんで。これもフードオーナメントにしたらかっこいいよね。どっかネジ穴開けて。うん。重いよ。200グラム弱はありますね。もうね、最近地金が上がって、金や銀ももちろんめちゃめちゃ上がってるんですけど、もちろんその銅とか真鍮とかアルミとかもみんな値段上がってますね。上がってねえのは日本の人件費だけじゃねえかっていう感じですけど、今後どうなっちゃうんですかね。うん、総理大臣が誰になるか、アメリカの大統領が誰になるかで結構左右されるんじゃないでしょうかね。うん、地金がね、上がっちゃって。最近はだから、キーホルダーとかもね、ウォレットチェーンとかも、真鍮が多いですね。うん。だ、純銀の、シルバー925のウォレットチェーンなんかやっぱ、300グラムぐらいになっちゃうと、もう10万円とかね、なっちゃうんで、なかなかもう、若い子は買いに来ません。っていうか、若い子も最近、端末の方にお金がいっちゃって、その、アクセサリー、
とかっていうのはなかなかお金をかける10代、20代前半がいなくなってるみたいでね、うちもそういう飛び込みのお客さんがほぼほぼ来なくなってしまって、まあ、40代、50代のお客様が何十年かぶりに、20年ぶりぐらいとか10年ぶりに、お久しぶりですみたいな、これ修理お願いしますみたいな、あとはゾロッと持ってきてシルバーアクセサリーを買い取りお願いしますみたいな、うん、あの昔売った金額ぐらいのもうボロボロだけど今地金がね、だいたい5倍6倍ぐらいになってるんで、銀なんかは結構まあそこそこの金額で買い取って差し上げております。うん、で金なんかもね、もう今年ピークなんじゃねえかと言われてますけどね、どうなんでしょうね、金も銀も。うん、上がったり下がったり上がったり下がったりだけど、だん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 この数年でどん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 上がっていくんですけど、今後はちょっと何とも言えないです。うちはまあどんどん仕入れて潰して溶かすか、または修理して新古品として売っちゃうか、中古品として売っちゃうか、まあ金なんかガンガン売っちゃうんですけどね。なので金を買って損する損しないっていうのは、どっちかと言えば損はしないようになってます。なぜかというとすぐ売っちゃうので、付加価値をつけて棒にしたりとかね、または商品作り直して溶かしてまた別のものを作ってやっちゃうとか、そういうことをやってるんで、金や銀ではなかなかそんな損はしないですね。うん、あとはアメリカのインディアンジュエリー業界も結構詐欺師が多くて、うちも2件ほど詐欺られてですね、連絡つかなくなっちゃったりとか、最初ボコボコ商品送ってくれたんで、こっちもお金送ってたんですけど、ある日商品が来なくなっちゃったりとか結構多いので、ネイティブアメリカン系の方々もお金に困ってんじゃねえのかなと。結構そこそこのね、ネームを持ってる人ですよ。ナバホ系でね、もうこれ言わない方がいいのかな。うん。ナバホ系でスタンプが得意な、ファミリーのうちの一人。うん。結構有名なファミリーネームです。うん。そこは2件ほどやられましたね、うちはね。うん。銀が、だからここ何年か上がってきて、3年前に詐欺られて、そっからあんま仕入れてないですね。まあたまに、その向こうの、なんですかね、US の買い付け商人が、あれ、ドバッと買ったものをもううちは買うような感じでやってますね。だから本人、ネイティブアメリカン自身本人が、これセールつってドバッとやってセールってやってるのは、ちょっと、手出しづらい、怖いです。うん。本当に、インディアン嘘つかないって言うけど、嘘つきますんで、気をつけた方がいいです。めちゃめちゃ有名で、もう、自分のお店というか、あとは自分のお家で、なんていうんですかね、展示会とかやってるところは、まあ、まず、そういうのはないですけど、ちっちゃな工房で頑張ってる人なんかは、結構飛びますね。普通に飛びます。怖いので気をつけてください。私以外にもイギリス人、オーストラリア人、みんな騙されちゃってるみたいなんで、なんか被害者の会作ろうぜみたいな、そこまで行っちゃってるみたいなんですけど、まあしょうがないですね。うちは、なんだかんだ、二人合わせて2000ドルぐらいやられてしまいましたけども、もうなんかね、疲れちゃいましたね。うん。どっちかつとうちは、まあ手作りで、ターコイズ、特にネバダ石が得意なので、そっち方面に力入れてますね、最近はね、インディアンジェリーはね。で最近はだからもうその地金が高いので、こういう、真鍮のね、ペンダントとか置物とか、パーツとか、ウォレットチェーンとか、キーホルダーとかね、うん、板こうグリグリ曲げてキーホルダー作ったりとか、どっかあったな。あ、これか。こういうちょっとゴツめのキーホルダーね。うん。で全部これネジになってんすよ。ネジで全部これ分解できるんですね。だそんなんをやってますね、真鍮でね。うん。
とうとうあのお店真鍮に落ちたぞみたいな言われるなんか陰で言ってるあのお店ありますけど、いやオタクこそ気をつけた方がいいよっつって、いやほんとね、いろんな店舗みんな気をつけなきゃなとは思いますね。ほんと景気がすごく悪くなって、なんていうんですかね、衣食住にやっぱり人というのはそこにお金、まずそこにお金かけるわけじゃないですか。でアクセサリーなんかはもう2の次3の次4の次なんですよ。なのでそのアクセサリーをゾロッとこうやって売ってくるお客様がね、ちょこまかやっぱおられるんで、あーよっぽどなんか景気悪いんだなっていうのがもう伺えますね。うん、うちはまあまあ、修理屋も兼ねてるし、買取屋も兼ねてるし、卸も兼ねてるし、小売も兼ねてるし、ネットも兼ねてるんで、まあ、その、やっぱり、6つ、7つの、そのね、その、振り分け、うん、買取も、売りも、卸も、ネット通販も、すべてやっぱりやっていかないと、一つだけでやっていけるってとこは、よっぽどやっぱり、その、腕があるというか、またはもう、カリスマがあるというか、そういう人でないと、もう続かないんではないかなと思いますね。うん。あとは、まあ、よっぽど、駅地下でね、駅前のね、うちもそんな駅から、まあ、3分ぐらいで、ね、駅見えるところから来れるんですけど、ほぼほぼやっぱ買い取りが多いですね。飛び込みのお客様はほぼほぼ来ないし、うん、ほぼほぼ今ネット通販とあと買い取りと修理がメインですね。うん、なんか久々に本業を語ってしまったんですけど、うん、まあ、そんなんでね、今後ちょっとジュエリー関係、アクセサリー関係、うん、だんだんもっと厳しくなっていくんではないかなという感じです。ということで今日は真鍮のペンダントや置物の紹介でした。冒頭で、映したもの以外も、種類、何十種類か、いろいろ、細かいのあるので、よかったら、まあ、最初にヤフオク載せてると思うんで、ヤフオク、ページ貼っときますんで、よかったら、見てください。じゃあねー。